Kiaijutsu のゴールドでございました。大会の続きまして、和道流の柔術拳法空手術、大塚博文先生、並びにご一門によるご栄光でございます。和道流柔術拳法空手術、和道流柔術拳法、和道流空手術は、初代大塚博文先生によって創始されました。神道養心流柔術第三世中山三郎幸雄師範の門下となり、さらに大正12年7月より空手を修行し、一方諸流の長所と空手の特徴を取り入れ、さらに創意工夫し、昭和の初期頃に和道流空手術、和道流柔術拳法の技法と理論を完成しました。現在第3代大塚博文先生が継承しております。Thank you.